チーズバイトは、早めチーズバイ科の昆虫である。食品やゴミ箱に群がる、衛生害虫として知られる。成虫の体長が3.5ミ、mm、リメートル程度の小型種で、あり、全体に光沢のある黒色の外観で、腹眼間隔が狭く、黄色い頭部仮面、触角、足を持つ。成熟幼虫の体長は8ミリメートル。全気門に8から10個の指状突起を持つ。 第4節から12節までの不死株にコトゲがある。幼虫は警戒するとビブを口で加えて体を感情に曲げ、空中に20センチメートル程度跳躍する能力があることからチーズスキッパーとして知られる。チーズや燻製品などの高タンパク食品や動物の死体などに発生する。摂氏27度で栄養源のある環境下で飼育した場合、卵からウカまで、 約16日を要する。メスの産卵数は1回あたり59から133個。成虫の寿命はオス合邸に4日、メス4.3日である。ヨーロッパ、北、アメリカに広く分布する。欧米では食品店や牛乳店が被害を受ける例が多い。日本にも輸入牛皮に付着して侵入し、発生した例がある。偶然にしてしまうと、幼虫は、 消化器官の中でも生きることができ、ハエブ事象を引き起こす。チーズバエの幼虫は、サルデーニャのチーズであるカースマルツーを作るのに、用いられる。ありがとうございます。